ども、まず腰を中心に手をね、ブラーンと振ってみましょう。はい、この時に手だけこう行かないように気をつけますね。ポイントは骨盤から左右にしっかりとひねることを注意していきますね。そしてもう一個注意したい点が背骨ですね。背骨の軸がこうバランスがこうぶれていかないように、背骨の軸はここに置いたままですね、百会を天井にしっかりと向けて、でもう一個背骨の骨がこう回転するようなくるくる回るようなイメージを持ってやっていきます。骨盤をしっかりとひねることで肩が自然に揺れてきますね。そして最後に腕が触れてくるわけですね。イメージで言うとでんでん太鼓、皆さん分かりますか？でんでん太鼓は軸がぶれないですよね。そして腕が柔らかいから手が回って音がいい音が鳴りますよね。でも手が突っ張ってるとどこにも当たらないですよね。ですから肘の力や手首の力、肩の力を抜いてしっかりと腰を中心に回していきます。でこの時に注意したいのが、かかとが上がったり重心がぶれていかないように、今はかかとをつけておいてください。スワイショーもね、いろんな種類があります。かかとを上げるスワイショーもありますけれども、今は基本のひねりのスワイショーですから、かかとはつけたまま、そして動きにちょっと慣れてきた方は首を後ろまでつけながら、上の手を肩、下の手を腰に巻きつけていきます。こうすると先ほどのこちらよりもよりひねりが加わりますね。そうするとこの手がこうタオルをパンって投げたように体に刺激をもたらしてくれますね。そうすることによって免疫力もアップしていきます。そして体の治癒力もね、身についていきますので、しっかりとひねりを加えていきます。そしてちょっとね、そこまでひねれないなと思ったら、顔を横でも結構です。横でも結構ですので、ご自身のできる範囲で今日の体調に合わせて横、そしてもうちょっといけたら斜めまで、さらにいけたら後ろまで挑戦してください。はい、そして戻り方はゆっくりと腕の力、余分な力を抜いていきます。徐々に力を抜いて、最後静かに止まるまで左足を閉じて、はい、以上終わります。はい、皆さんいかがでしたか？腰からひねるとスキッとして気持ちいいですよね。時間があるときにやってみてくださいね。次回はもう5月ですね。5月2日の木曜日朝6時半からお送りします。そして今夜はスピリチュアルカクテルワイズバーです。今日はどんなゲストなんでしょうかね。とっても楽しみですね。今夜8時から配信します。それでは今日も元気もりもりな一日をお過ごしください。いってらっしゃい。